小麦というキャラクターですね。あの、純粋さんの象徴みたいなざっくりした説明で終わったんですけども、彼女こそがやっぱりそのキメラアント編の流れを作っている、あとまあ、ハンター×ハンターのテーマ全体をですね、流れをですね、象徴するような最重要キャラのように思います。戸樫先生にしてみたらですね、その、この一手で盤面の全てがひっくり返るというですね、神の一手みたいな感じで配置したキャラだと思うんですね。だから僕は、キメラアント編のクライマックスというのは、作者の力量を 超えただまあ今ね、続いてるですね、継承編見たらですね、いやいや、富樫さんの実力ってそんなもんじゃまだまだないよっていう恐ろしい念能力が見えるんですけど、これもやっぱりね、小麦書いたから出てきたんじゃないのか、作品の中の自分のキャラクターに引っ張られて自分の能力が上がるというですね、まるでそのメルエムと軍技を打ってる最中に覚醒した 能力のようなものが、飛ばさんにはあってですね、その結果としてですね、一体どれだけの代償を払えばこんな成長かというやつが腰に来てんじゃねえかなと <laughs>、ちょっと一言だから心配してるんですけど、まずあの、小麦というキャラクターは徹底的な弱者として描かれるんですね。身なりが汚くて、まああんまり可愛くもなく、軍議以外は何も知らないですね。視覚障害を持った女の子という、まあこれでもかというぐらい弱者属性が多いんですけども、それゆえに僕ら読者もですね、この小麦のことを なんとなくですね、純粋だというふうに思ってるんですね。弱者イコール純粋だとして見てるんですよ。で、これがまあ割とトラップなんですけども、作中のでの小麦はですね、別にその純粋潔白な少女として描かれてないんですよね。その ここがですね、長々と尺を使って展開していたココリコという軍技の戦術についての解説部分なんですよ。自分で思いついたその最強の戦術であるですね、ココリコという戦術をですね、自分自身で完全に攻略しちゃったと。つまり我が子を殺したっていうふうに書いてるんですよ。軍技の名人であるですね、小麦はですね、自分自身制約を課していて、軍技で負けるときは死ぬときだと決まっていると。 だから、向こうからココリコを仕掛けられた。ココリコっていうのは小麦市が説明してるんだけども、バカな私からこんな可愛い子が生まれたんだっていうふうに、自分の子供みたいに思ってたと。でもそれを仕掛けられた時に、小麦の中の、何でしょうね、悪魔というか、生き延びたいという本能が目覚めてしまって、さらに素晴らしい手で自分の子供を殺す方法を思いついてしまった。それがその人間というものの恐ろしさを、 表すエピソードになっているつまり、ケメラントの王が破れたのは人間の悪意って書いてるんですけども、人間の生き延びようとする悪意っていうふな表現を漫画の中でしてるんですね。これがその、ちゃんと小麦の中にも生きている。 そういうものがあるから、あの美しいンが生まれるんだ。結局、キメラアントの王がですね、小麦と純粋に軍旗を撃つことで最後を迎えることで人類は生き延びることができたわけですね。あそこで時間を無駄にいっぱい使うことができたから。 それはですね、もう一つの貧者のバラであるっていうですね、このなんかそのアイロニーというかですね、皮肉な構造っていうのが漫画の中にきちんと込められてるんです。コムというですね、キャラクターをですね、何回か読むうちに、おお、これ実はすごいんじゃないのなんでこのココリコとエピソードを入れたのか それを割と尺使って説明してるのかっていうのは、この構造がちゃんと生えてるからなんだなってことでと、続々、続々しました。キメラアントの方が純粋なんですよ。キメラアントの方が生き延びるために他の種族を食い尽くして、接触配合、あの、交互して、増えるという意味ではですね、純粋なわけですね。それがですね、人間のですね、何が何でも生き延びると。全体に対する方針という純粋さを持っているキメラアントと、 俺さえ生き延びればいいというですね、この生存本能をより強く持っている、社会的生物であるありと、社会的生物であり個性を持って、わがままである人間との悪意の差をですね、強く描いた作品だと思います。奇跡の本当に完成度ですよね。